スメイルに到着したからには目指すはスメイルシティだな。なんとかしてクラクサナリデビに会う方法を探さないと。そういえばクラクサナリデビについてあまり有用な話は聞けなかったけど、お前からお兄さんを奪った神だとは思えないんだよな。でもスメイルは知恵の国って呼ばれてるくらいだし、その知恵の神に会えたらきっと価値のある情報が手に入るよな。よし、じゃあまずはスメイルシティへはどっちに行けばいいか確認しないと。ほら、七天神像のあるあの大きな岩に登ってみようぜ。スメイルシティは見えなかったとしても近くに村があるかどうかくらいはわかるんじゃないか。あ、ちょっと待った、あそこ通行人がいるぞ。ひひ、道を探す手間が省けたぜ。こんにちは、オイラたち外国から来た旅人なんだ。道を聞きたいんだけど。あれ、聞こえなかったか、うん、おーい、そこの人、悪いけど道を聞いてもいいか。どういうことだ、オイラたちが呼んでるのは絶対聞こえたはずだよな。なんでこっちを向いてくれないんだ。ふん、まあそっけない態度だったけど、遠くからあいつについていけば人のいるところにたどり着けるよな。あ、そしたら、あ、また他の人に聞こうぜ。ほら、バレないようにこっそり追いかけようぜ。あそこの小さな滝のところで姿が消えたぞ。早く行ってみようぜ。うい、この洞窟は村につながる入り口か何かなんじゃないかと思ったけど、違ったみたいだな。あ、見ろ、あそこに座ったぞ。まさかここに住んでたりしないよな。どうする、もう一回あいつに聞いてみるか。はぁ、そうだな、せっかく出会った通行人だしな。たとえオイラたちを歓迎してなくても、なんとか話してみて方向だけでも示してもらえたらいいよな。あれ、なんかすっきりする匂いだぞ。
あの航路から出てるやつだな。質素な住まいだけど、こんな香りの中で瞑想できるのって悪くない暮らしかもな。お前どうしたんだ？急に顔色が。え、香りでそんなに気分が悪くなったのか？でもオイラは全然平気だけど。こんなに時間が経ったのに。焦らないでくれ。師匠は物知りだから。師匠が大丈夫と言ったらきっと大丈夫だ。あ、起きたか。あ、よかった。やっと目を覚ましてくれたぜ。ここは、あ、そのお前が気を失ったんで、動転しすぎてここがどこなのか聞き忘れてたぜ。ここはガンダルバー村。最初はスメールの学者の一時的な休憩所だったんだけど、今は主に森を守るレンジャーが使ってる。こんにちは。私はコレイ、見習いレンジャーなんだ。今日師匠と見回りをした時、気を失ったお前を見つけてここに連れてきた。いやいや、私は何もしてないよ。ところで具合は大丈夫か？どこか痛いところとかないか？それは師匠が調合してくれた薬草スープだ。お前が気絶してる間にちょっとだけ口の中に入れさせてもらった。あ、そうだ。お前の目が覚めたらもう一回飲んでもらわないとダメだって師匠が言ってた。すぐ取ってくるよ。うわ！コレイ、どうした？薬草を取りに来たの？言っただろ、触れるなって。後で僕がやるから。ごめんなさい師匠。アビディアの森食用キノコ図鑑は告知板に貼ってあるけど、ファーボッドがまた忘れちゃうって言うなら別のところ、彼の頭にでも貼って他の人にリマインドしてもらうしかないね。本当に今月だけでもう2回もお腹を壊したんですよ。説教しておかなくちゃ。まあ
もし彼が虹色の小人を目の前で踊らせるのが好きなんだったら、今言ったことは忘れていいよ。けど、今度またこういうことがあったら、モラを出してもらおうかな。どう？元気になった？これが私の師匠、レンジャー長のティナリさんだよ。ガンダルバー村にいるレンジャー全員のリーダーでもあるんだ。もうパイモンには君が意識を失った理由を説明したけど、君も目覚めたことだし、もう一回説明するね。スメールの学派には学者が森で修行しないといけない決まりのところがあってね。パラハームって植物のお香を使って心を安定させて瞑想状態に入るんだ。君たちは道を尋ねるために学者のハイパシアが隠居している洞窟に近づいた。その時、洞窟の中ではそのお香が焚かれていた。そのお香は大半の人には影響がないんだけど、ごく一部の人の精神を刺激してしまう。そして君はその一部の人だった。この説明で伝わるかな？そっか、よかった。次は僕の質問に答えてほしいんだけど、倒れた後はどんな感覚だった？例えば自我はちゃんと保っていたのかとか、何かを見たとか。なるほど。これ、とりあえずパトロールに意思をここに持ってこないよう他の人に伝えてきて。え、どうして？もうしばらく彼女たちには僕の部屋に泊まってもらう。僕はアミルのところで何とかするよ。ほら、早く行ってきて。あ、はい、行ってくる。ちょっと待った、どういうことだ？ああ、説明するよ。薬草スープをもう一回飲んでもらえれば治ると思ってたんだけど、しばらくはガンダルバー村で療養してもらって経過観察をした方がいいと判断したんだ。経過観察？落ち着いて。君が状況を見極められる人なら、僕の説明を聞いてくれれば事態の深刻さがわかるはずだよ。さっきの君の話によると、お香のせいで君は強烈な幻覚を見てしまったらしい。精神状態も良いとは言えない。それでも深刻と思えないなら、これを嗅いでみてよ。おい、大丈夫か？倒れた時の感覚と似てるだろ。今はちゃんと意識があるかもしれないけど、ここで君を放っておいたら、また突然どこかで意識不明になるかもしれない。それにここには多くの猛獣が潜んでるし、危険なエリアだってある。今回みたいな幸運が続くとは限らない。しばらくは毎日時間通りに薬を飲んで。この匂いを嗅いで不快感を覚えなくなるまで、できるだけ単独行動しちゃダメだから。いいね。もうちょっと休んでおきなよ。薬草スープを作り直してあげる。はあ、なんてこった。スメールに着いたばっかりでお前がこんなことになっちゃうなんて。早くクラクサナリデビに会いたいって気持ちはオイラにもわかるけど、今のお前は確かにまずいぜ。まずは元気になってくれ。おい、オイラの話を聞いてるのか？オイラ心配してるんだぞ。変？お前の体のことか？ああ、お前が見てた木の根と赤い空のことか？でもあれが幻覚じゃなかったら何だって言うんだ？
お前の体質は特殊だからな。その判断を信じるぜ。でも、だったらさっき、なんでそのことをティナリに言わなかったんだ？今、あいつはお前の病状を勘違いしてるってことだけど、お前の体がどんどん悪くなったりしないよな。え？じゃあ、ティナリは、お前が見たやつが幻覚じゃないって分かってて、わざとオイラたちをごまかそうとしてたってことか？なるほど。だからさっきは黙ってたんだな。だったら、ここで静かに休んで体を回復しながら、お前が見たものの真相を解明しようぜ。でも、直接ティナリに聞くのはダメっぽいよな。お前、何か案があるのか？おお、コレイはオイラたちに親切だし、いいかもな。明日はまず、送信やスメイルの風土と気質について聞いてみよう。アンドだぜ。さあ、コレイを探しに行こう。